おはようございます、今日は4月27日ですね。はい、4月27日、気温が 22.3、湿度が 99%、室温が 23.0、 湿度が 78% ですね。はい、今日も何も考えずに普通にコーヒー立てるんですけど、今日のコーヒーは時の魔法使いですね、にしました。今日の格言、今日もまあ松本格言の方なんですね。僕もちょっとまあ格言作らにいかんなと思いながら、まだ全然ちょっと準備ができてなくて、松本格言をちょっと使っておきましょう。調べるなら正確に、飲むならおよそでいい、それでも美味しく出来上がる。まあ一応松本くんが考えてくれた格言なんですけど、調べるなら正確に、実は言うとコーヒーを立てたりなんかするっちゅうことに関して、多分こういろいろ細々と、調べるちゅうか、チェックするときには正確にやらにいかんなというふうに、まあ松本くんとしては考えたんだと思うんですよね。まず穴掘ります。正確な方がいいですよね、まず第一に。まあ普通によく僕なんかがコーヒーを、人に教えるときに、グラム数は数字で測れる、重さも、豆の引きも、ミルの数字なんで数字に置き換えれる、で抽出量も数字で置き換えれる、お湯の温度も数字で置き換えれるということで、最後行き着くとこが、お湯の差し方であるという、つまり、置き換えれないのが数字に置き換えれないのがお湯の差し方だけであるみたいな感じで大体、教えるわけですね。だからその感じから多分調べるなら正確に、飲むならみたいな部分になってると思うんですけど、まず、正確にの部分で言うと、まあ、グラム数だとか、お湯の温度であったり、ミルの引き方、これに関しては、調べる時も飲む時もやっぱり正確に基本はやります。つまりどういうことかというと、まずそこの辺は正確にしておかないと、残念ながら美味しくの部分が難しいとは思うんですよね。そこが決まってると修正も効きますからね。はい、まずは真ん中を指します。つまりどういうことかというと、例えばこのコーヒーはちょっと力がないなと、ちょっと味が抜けてるな、スカスカだなというふうなコーヒーがあった時に、どうやって修正するかという時に、まあ当たり前ですけど力がないわけですから、そういう場合は大体、薄める量をこう調整するわけですよ、減らすわけですよね。そういうふうにすることになるんですね。それをやるためにはとにかく決まった分量で決まった引き方であるっていうことが大前提となるわけです。ところがそこのとこがいい加減だと、その修正がかけれないわけですよ。ですからそういう意味合いで言うと、まあ この調べるなら正確に、飲むならおよそでいいっちゅうのはまあ当てはまらないですね。つまり美味しくするしようと思うと、できれば正確な方がいいっちゅうのが本音です。ただそこに、じゃあって言って、例えば今
蒸らしでお湯をかけたのが59秒という数字になってますけど、多分、3分のタイマーを押してから、ね、押したんで、まあもうちょっと、短い時間で、蒸らしが終わってるんですけど、この蒸らしというのをお湯を刺すときって基本的にはあの粉の膨らみによって、秒数が変わってくるんですね。なぜ秒数が変わってくるか、ちょっと大きく膨らんでくると、大きく膨らんできた分だけ、外へ外へとお湯かける。外へ外へとお湯かける分だけ、どちらかっていうと、秒数が短くなる。つまり、お湯をかける、円を描く回数が減るんで、秒数が短くなるわけですよね。で、逆に膨らんでこないと、どうしても、内側内側にお湯を差す感じになるんで、イメージとしては。そうすると、時間が伸びるっていう傾向はありますよね。うん。だからそれって結局粉の、膨らみ方というもので、変化していくものなんですけど、これを正確に同じ数値に合わせようと、あまりしない方が、大体結果としてはまあ良くなる。わけですよね。だからあのその辺は美味しく入れようという時でも、変化してもいい部分じゃないのかなと。逆に言うとそこが変化することによって粉の膨らむ、つまり鮮度とかなんかが判定できるっていう風になるだと思うんですよね。それは何を意味するかというと、実を言うと一個一個のこの一つの部分を見ると、例えば52秒で、蒸らしでお湯を差しますって言って決めて52秒でお湯をかけるっていうのは、これはあの機械でできることなんですよ。で、機械でできることで、それはそう難しくないわけですよ。52秒で、何 cc かけるっていうのは機械にやらせることがすごく可能で、これはまあコーヒーメーカーでできることですよね。だけどそれって普通に、コーヒーを立てる人のやるやり方ではないですよね。じゃあ抽出入ります。つまりどういうことが言いたいかというと、粉の膨らみに合わせてお湯をかけるという考えで言うと、その時間と、湯量、蒸らしに使う湯量というのは数字に置き換えると、出来上がったことに対しての数字というのは、まあ、ありだと思うんですよね。例えば人間が手で入れた時に、出てきた数字が同じ数字であるという場合に、粉の鮮度も同じぐらいだなというのの判断基準にはなると思うんですけど、逆に言うとそれを最初から数字を、決め打ちすると、豆の鮮度とか焙煎度とかなんかに合わなくなっちゃうんですよね。だから焙煎度とか豆の鮮度に合わなくなっちゃうとなると、今度はそこの数字だけを、見ちゃうとおかしくなっちゃうわけですよ。つまり今この今こうやってコーヒー立ってるのは、実際には数字わざわざ出してるんですね。蒸らしのとこで何秒間かけて何分間かけてお湯を差している、で抽出の方は何分間かけてお湯を差しているっていうのがこうやって出てるわけですよ。そうするとその出てる数字で、あ、今日は同じですよねとか、なるわけですよね。だったら同じぐらいの数字だったらコーヒーメーカーが作れますよねって言ったら作れるわけですよ。同じ動きさせることは難しくはない。ただそれは同じコーヒーができないわけですよ。なぜ同じコーヒーができないかというと、
粉の状態によってお湯をかけるっていうのとは違うからですよね、この時間というのは。ただ似通ってはいるんですよ。実際にはだいたいこのぐらいの焙煎度合いで、このぐらいのものだったらお湯をかける時間は何秒間っていうのはだいたいざっくりとだいたい似通ってはいるんですけど、で似通ってるのと同じ数字で決め打ちするのは全然違うことで、結果が同じになったのと、最初からその数字で棒打ちいうのは違うと思うんですよね。だから調べるならこの正確にの部分で言うと、本当で言うとこの数字に置き換えるのが正確にという意味合いで考えると、そうすると数字に置き換えれる部分だけを正確にやればいいのかというふうになってしまうと、そうではなくて、お湯を刺すこの雰囲気の部分ですよね、そういう部分まで、できれば情報として入れないと片手落ちになるんじゃないかなという気がしますよね。だから美味しくコーヒー立てるっていう時に、つまりデータを、頭の中に残すという意味合いじゃなくて、データをチラ見するぐらいでやっておくとちょうどいいかなという気がしますね。一応そんな感じに、僕的には思いますけどね。はい、ドリッパーが 300g になるまで待ちましょう。はい、コーヒー入りましたね。時の魔法使いですね。今日は甘くクリーム感のあるコーヒーになりましたね。はい、結構オイル感も出てますね。はい、ということで、玉木の方ですね、スプリングフルセット売ってます。はい、スプリングギフトやってます。はい、金枠プレゼントやってます。はい、ということでですね、ちょっと、格言と全然違うことを話したような気がしますが、格言は調べるなら正確に、飲むならおよそでいい、それでも美味しく出来上がる、
うん、松本くんの、まあ、言いたい気持ちはわかる。ただ、今日話したことが全然違うと自分でも思うわけですよ。うん、ただこう結局このニュアンスの中で僕は少しこうこの格言は僕の中でちょっと納得できん部分もあるので、ちょっと話がちょっとずれていってしまったような気がします。まあ、とりあえず、格言はいろいろと松本先生頑張って書いてくれておりますが、僕ももう少しで、復帰しようかと思っております。はい、ということで、ここで終わりましょう。